これまた綺麗にして、これこのまま大丈夫ですか？そのまま大丈夫です。脱ぎます？いや大丈夫です。大丈夫ですか？もう汚されまくってる。いやでも綺麗ですね。ロケットすげえ綺麗。距離今どのくらいですか？今距離はまだ今納車してから、はい、もう8000ぐらいくらい走ったんだ。10万超えてるんですかこれ走行距離。10万は超えてます。あ、へえ、綺麗ですねこれ。ETC カードが挿入されていません。買った時が15万全然見ないね。フーガも乗せてもらうことあるんですか？たまに。フーガも乗せてもらってます。どんな感じで違います？まずやっぱその走ってる時の、はい、この道の段差がはいはいはい、はい、ちょっとそこまで感じないなって。あ、フーガの方が、はい、あ、なるほど。こっちの方がなんかちょこちょこ感じやすいと。これは 2.5 でしたっけ？これ 2.5 ですね。一番なんか気に入ってるのはグリルだって言ってましたもんね、前ね。グリルです、うん、この次はどこが気に入ってる？あとはハンドルですね。ハンドルのどこ？ああ、そのウッドコンビ。はい。あ、確かにいいですね。綺麗で状態もいいですね。そうですね。破れとかもないないですね。車内やっぱ静かだね。静かね、静かですね。さすがクラウンだね、これは。燃費がどのぐらいですかこれ。11.2 で、まあ、だいぶ遠出してきましたもんね今日ね。はい。普段は10いかないぐらいですか？いやでも普段でも10。結構いいね。でいい時で普通に11もいっちゃう。あ、それはいいね。もともとあれなんですか、モケットの内装を狙ってたんですか？いや、たまたま。たまたま。やっぱなんかベージュと色が合ってなんかやっぱ合ってるね。ロイヤルのね、はい、雰囲気に肌触りがいいんですよねモケットシートってね。これそう革とまた違って何かこぼさないようにね。すいません、ね、そう気使わないとでもやっぱでも乗る人はそこは気使わないんだ。言わないと言ってもやっぱこぼしちゃうんだよ。やっぱねしちゃいますね。まあ大事にしてる人からすればね、みたいなね。すぐ汚されちゃう。快適ですね、やっぱね。静かですね。静かですね。とにかく静か。フーガより静かなんじゃないかな、比べると。フーガ加速の時はちょっと音が。加速のそのエンジンね、かかった時の音が結構しましたね。